西新井駅大支線改札口大支線は、東京都足立区の西新井駅と大島駅を結ぶ、東武鉄道の鉄道路線である。駅ナンバリングの路線記号は TS。未成に終わった西板線計画の一部である。東京23区内にある、旅客営業路線では、京成金松線、西武都島線と並んで数少ない全線、単線路線である。また、 東武鉄道の路線の中では、絹川線と同様に、同一の都道府県かつ単一の市町村外で、全線が完結する路線である。この路線は、西板線計画のうち、用地確保が完了した用地を使用し、西新井大産経営者の輸送を目的として1931年に開業した。1968年の、菅七通り拡幅の際に、 線路用地の一部を提供したため、営業キロが100メートル短縮され1キロメートルとなり、1991年には、西新井駅近辺を除き高架化されたため、東武鉄道では唯一、踏切が全線において存在しない路線となった。途中駅はない。大島駅には、自動改札機、自動券売機、自動生産機は設置されておらず、 同駅の乗車券発売や改札などの機能は、西新井駅構内の乗り換え通路上に、大島駅からの乗車券が購入できる、券売機や、連絡専用の自動改札機を設置して、対応している。よって、大島駅からは、定期券乗車客や企画ギップ乗車客以外は、有効な乗車券を持たずに乗ることになる。他に、同様の形態を取る駅としては、 名鉄筑工線の東、名古屋港駅や山陽本線の和田岬駅、阪神向川線の須崎駅、東成尾駅が挙げられる。2003年からはワンマン化され、通常は2両編成の8000系1本が、西新井駅と大島駅の間を往復している。ほぼ終日にわたり10分間隔、例外となる早朝深夜時間帯も、最大15分間隔で運行されている。 原則として、西新井駅では1番線を使用するが、出入庫時に使用する本線への線路と接続の関係で、昼過ぎの一往復は、車両交換のため2番線を使用する。車両は、亀井戸線と共通運用のため、亀井戸線で朝ラッシュのみ運用される車両が、運用終了後に、亀井戸駅2番線に留置され、昼過ぎに、西新井駅まで改装されて、 大四線の運用に入るダイヤとなっている。正月などの多客時には、通常は車両交換の際にのみ使用される西新井駅2番線を使用して日本運転が実施される。ワンマン改善は1万系の入線もあったが、西新井駅の車止めに滑走のため衝突する事故が起きたため、大四線の運用には入らなくなった。 それ以前にも5050 50系など2両編成の様々な車両が運用されていた。2010年度の各駅の追加地あたりの上降人員を以下に示す。第二次世界大戦前には西新井駅東上本線上板橋駅間を結ぶ西板線の計画が立てられていた。1920年の東武鉄道、東上鉄道合併により、 東部本線系統との接続を図る目的であった。ほぼ現在の、間7通りに沿って、途中に、大島へ鹿浜、神谷、板橋上塾の各駅が計画され、1922年11月に、南足立郡西新井村から、北、豊島郡上板橋村間の免許申請が行われ、1924年5月に、免許が下付された。だが、 申請から免許家付までの間に発生した関東大震災による既存路線の被災復旧を優先したこと、当時建設中だった荒川放水路の堤防などの護岸整備が完了しておらず架橋の設計ができないこと、荒川放水路と隅田川をまたぐ橋梁の建設費用の問題、予定地の町関係者からの経路変更要求への対応格策などの問題が起こり、 その対応に防殺されているうちに、大正末期から昭和初期にかけて、路線予定地が急速に市街地化されたため、建設費が高額となり、採算の見込みがないとの理由で、西新い。大姉妹館開業の翌年、1932年に、鹿浜上板橋館の企業を廃止した。大姉妹鹿浜館については、 工事竣工期限延期願いを関係省庁に提出していたが、1937年6月に不認可とされ免許が執行した。この計画中止について、東武鉄道65年史では、ついにその線の実現を見るに至らなかったことは、交通網の現状から考えて、誠に残念なことであったと記されている。 西板線は東上線系ではなく本線系とする計画であり、両路線群間の車両転属回送経路としても活用する計画であったが、未成となったことで、東部悲岸の本線系と搭乗線系路線との接続はならなかった。この西板線が未成に終わったことから、両系統路線群を接続する自社路線がないため、搭乗線と本線、 野田線との間で車両を輸送する場合は、秩父鉄道秩父本線が使われている。西板線の線形は、東上線の下り方と伊勢崎線の登り方と、直通運行する際に、折り返しがないように計画された。上板橋駅の登り方に、東上線からの分岐予定地及び貨物、走車場予定地として買収した土地は、 企業廃止後、時は大住宅地として分譲されることになり、そのアクセス駅として、武蔵時は駅が設置された。AB テラダ一、海底審判データブック日本の私鉄から、猫パブリッシング絹川線の沿線自治体の今市市と藤原町は、2006年3月20日をもって、日光市になった。AB、東部大支線を降下化。交通新聞。 P1AB 鉄道免許上過付漢方1924年5月7日地方鉄道運輸開始漢方1932年1月14日鉄道企業廃止許可漢方1932年7月26日 AB 鉄道記録帳2003年3月レールファン第50巻第6号鉄道友の会2003年6月1日 18ページ。大手私鉄発の運転士が乗務しない自動運転を目指します鉄道の自動運転実施に向けた検証を東武大支線において開始します東武鉄道オリジナルの2021年4月20日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 1 0 4 2 0 0 8 1 2 5 6 h t t p s w w w t o b c o j p c m s p d f r e l e a s e s 2 0 2 1 0 4 2 0 1 1 1 3 2 6 f ブナパレギブアリー e a r p d f 2 0 2 1年4月20日閲覧。 東武鉄道100年市東武鉄道、1998年、我が町、今昔板橋区生50周年記念市板橋区、1982年、東武鉄道65年市東武鉄道、1964年、東武鉄道65年市東武鉄道、1964年、59ページ、その時は、秩父型 ATS を搭載した発線経過、あるいは、 秩父鉄道の電気機関車の牽引で改装される、時和大住宅物語板橋区教育委員会1999年。ありがとうございます。